21日の近畿地方は朝から晴れ間が広まりましたが、前日に春一番が吹いたのも一転寒い一日となりました。大阪市東住吉区の長井植物園では色とりどりの花々が楽しめましたが、一気に冬へ逆戻りしたような寒さのため、身をかがめて見物する人の姿もありました。